はい、お待たせしました。えっ、ー、と、こちらにですね、えー、平成30年7月1日から、令和の1年6月30日まで、要するに第8期の決算ですよね。これ、先日まとまったばかりで、で、えーと、納税金額これになりますよと、1週間以内に振り込んでくださいよというふうな金額来ました、えー。開きますね。広島観光事業株式会社って書いてあるでしょ。納付税。 見方が難しいと思いますので、いくら払ったのかだけをスパッとお見せします。これね、見えますえっと、納税額、742万5600円を、広島銀行を経由して、お支払いしてまいりました。えー、っとね、742万5600円ということはどういうことかっていうと、全体の利益が、2900円。 400万円以上出てますね。一つの会社で。利益がです。で、えー、毎月使ってる金額も当然ありますんで、売上的にはこの一社で、一人でやってる会社、6社のうち一社なんですけども、ここだけで、えー、っと、4千百百万から4200万円ぐらいの売上が上がってます。 で、その売り上げを作るために、えー、皆さんのところにお会いしに行ったりパソコンを購入したり、えー、車を買ってみたりとか電気代払ったりとかね会食をしたりとかいろんな経費を払って大体いいその半分ぐらいがまるまる会社の利益として残りましたのでその利益に対して、えー、35%そして住民税とか10%ですねいろいろ税金をお支払いする額が740万、まあ、おむね750万ぐらいですよね。 えー、ですからあの割り算していただくと分かるんですけどもえー、っとね全体の売上4200万4200万ですね4200万円割る12で、えー、毎月350万ぐらいですかね私のところに入ってくるうお金としては毎月350万平均ですでこれ1社の話ですからねこれ1社残り5社あります 全部はちょっとお話できないのは、これから順番に毎月一社ごとに決算があるんですよ。私はね、だからね、税理士さんが忙しくなる3月、4月とかっていう決算を避けて、えーと、だいたいね、このね、6月締め、7月締め、8月締め,月締め、9月締め、10月締めっていう風に、それぞれの会社決算の時期を1ヶ月ずつずらしてるんですよ。まあ、ですから、夏から秋にかけてずーっと決算が毎月毎月続くんですよね。で、毎月毎月納税するんですよ。 <laughs> だから半年間納税月間があるという形でねなんかすごい,いもういつも大金を抱えて銀行に行くみたいな感じですよね、うん、銀行の担当者さんももうすでに驚かなくなりましたあでな,んかあのなんか何か700万とか800万とか1000万っていう金額を銀行からそのおろすと何に使うんですかって聞かれるんですよね うんあの一応聞かないといけないみたいなんですよただ私はもう聞かれなくなくりましたもういつも,もうまとまった金額を毎月毎月っていうか本当に毎月のように500万600万っていうお金を下ろしたり入れたり下ろしたり入れたりするんでもはや誰も何も聞かなくなりましたね。 まあそういう形で私の収入ってのがどれくらいなのかちょっとね、トータルでは私も測り兼ねるんですけども、大体いい想像していただくのに難しくないんではないかなと思います。まあ、どんなに悪くてもね、あのー、200万を切ることはないです。月収で。これはね、即下宿を始めてもう2年目ぐらいからそうですね。2年目ですね。1年目は月収100万にすぐになって、それこそね、半年ぐらいで月収100万になったんですよ。5ヶ月ぐらいで。 えー、だから6月に即課が始めて11月から月収100万突破ですからあ、あのー、それから本当アフィリエイトだけですよその時はアフィリエイトとかこのセミナーだけですよ講義だけで、あのー、月収100万オーバーしてそれからずっと切らなかったんですよだからすごい勢いでね借金も返せましたしものすごく楽になったっていうかねだからリアリティが出てきましたねあ本当にこうなるんだみたいなリアリティが出てきましたで逆に何ヶ月やってもこれ月収100万どころか プラスアルファ10万とかって復習に作れない方がものすごくねあの疑問と言いますかねうんどうやったら人をその気に出せるのかなとどうやったらこの月収10万とか20万がいかにねあのすごく早くいけるのかってことをこう思わせられるのかなっていうふうなマインドセットの部分に私は最初から長けてきたっていうのはそういうところがあると思いますあの現実味を帯びさせるため行動力を起こさせるためにモチベートしていかないといけないんですよね だからね難しい理論理屈とかノウハウがどうとかっていうよりも私は心を動かすことに、えーまあ、重きを置いてきたのかなと思います、まあ、ですのでその動画放送とかあのメールの文章とかがあのコピーライティングを学んだわけでも何でもないのに多くの人をねこうやって引っ張っていけるんだと思います、まあ、多くの人ってのは言ってもね私も1000人ぐらいですけども1000人ちょっとなんですよ即可塾の塾生さんのべででもこの1000人ちょっとの人っていうのがずっとついてくれるんですよね離脱がほとんどないんですよだから新陳代謝しないですよね だってあの2013年からいる人がまだいるんですよ。ずーっといるんです。ずーっとついてきてますよ。<laughs> で、その人たちは当然ですけども、自力で稼げるようになって、自力で稼げるようになったんだけども、進化するためにずっと私から情報を取っているという状態ですよね。だから今でも、いまだに関わりがあるんですよ。で、2018年からは、 誰でも楽にお金を稼げる方法とかでね、例のやつってものを紹介しましたんで、ビジネスなんで興味がなくて、お金だけ増えればいいやみたいなね、そういう私から見ると太く、不届き物も,も入ってくるようになりました。まあ、そういう方があの大きなお金をね、手にすることはないんですよ。なぜなら種銭がないからです。で、なぜ種銭がないかっていうと、種銭を作るビジネスがないからなんですよ。だから結局はね、あのビジネスがなで,できないとダメなんですよ。 誰かに喜んでいただいて、そして感謝でお金をもらうってうことが、人としてできない限りはあの、お金が増えることはないですよね。楽をして、誰にも何も売らずに、何も紹介せずに、苦労もせずに、力もつけずにお金を増やしたいって思う人は、まあ、この凡人発想って私は考えるんですけども、そういう人はね、永遠に平凡な人生を歩むと思います。平凡な人生って言っても、本当にね、低レベルの平凡ですからね、気をつけていただきたいのは。まあ、そして 自分は特別な人じゃないからっていうふうな普通理論に逃げ込むんですよねいや普通じゃない人生を選んでるのにいざとなったら普通に逃げるんですよねうんまあだからこれはね収入上がらないですし何回でも騙されると思いますうん何回でも騙されちゃいますよだって世の中には詐欺ってなくならないし人を騙そうとする人っていなくならないんですよっていうことは自分の人生詐欺をこうやって避けながら行かないといけないんですよねだから何を選ぶかが大事なんですよ でそういう意味で言うと私を選んでくださったことは後悔させることはないと思いますないと思いますけどもそれでもですね私から学んでいるのに他の案件をわざわざ探しに行って買って久保さん久保さんの言う通り、うり、ん、他に行ったら50万損しましたうんまあ50万損してもう本当にねある意味ざまを見ろですよね、うん、そういう勝手なことをして勝手な結果を呼び込んで久保さんどうしましょうかっていうようなね困った解決策こっちに求めてくるみたいなね、まあ、そういう人がいてくださっていいんですよ 私はねどっかで起きたトラブルもおせっかいですから任しとけって感じですよねこっち来いみたいな感じですよね <laughs> 勝手に起こした事故でもお任しとけみたいな感じですよねまあそんなねバカな人間でございますんでこれからもついてきてくれれば幸いでございますこんなバカな私でもですねその今月収200万というかねあの支払いに毎月200万以下の支払いって月はないですねもう毎月毎月何かしらで200万以上使ってますね まあこれほどまでに現あのお金のことをはっきり言うことはあんまりなかったんですけどもこれからですねこういうふうなあの公式書面も公開していっていいかなと思いますそれによってどんなことが起きるかということもねお話ししていこうかと思います、まあ、例えばね税金を払えば払うほどもっと払えてきますからねあこいつもお金持ってそうだからいろんな理由つけてもうちょっと10%から余計に取れないかなみたいなことをね考える人もいるんですよ、えー、でなんかね青汁王子ってのがいましたよね青汁王子 あの方っていうのは14億4,000万円も納税してるんですよなのに1億8,000万円税金が足りませんよっていうふうに来るんですよねで実刑なんですよ実刑っていうかなんか有罪判決ですよはあ、すごいですね税金を払わない人は無罪で税金を払っている人が追及されるとでしかもおまあもういいですよこれはねあのなんか佐川さんとかっていう人がね すごい不正な書類の改ざんとかして要するに税金の総元締めが書類の改ざんをしたり国会で嘘の証言をしても何の罪にも問われないっていうねこういうこともありますんでね怖い世の中だなと思いますよ。うん、どううししましょう <laughs> おでは失礼します